こんにちは。今日は戯曲カモメを読むの第27回になります。今第3幕に入りまして、3幕の3回目ということになります。これまで、第3幕の冒頭というのは、アルカージナという女優のお母さんですね、息子はコースチャーで、そのお母さんが小説家のトリゴーリンという人と一緒にこの別荘地らしきところへ来ていて、いよいよ出発をするという場面になります。でそれはおそらく前回読んだところで言うと、コースチャーがカモメを撃ち落として持ってきて、その恋人の、ニーナに見せつけるように投げつけるんですけどもね、それから1週間ぐらいの後のことのようです。それは前回読んだところで分かったんですけどもね、カモメがいましたねというふうなこと でそこの別れのところで、ニーナが、トリゴーリンに、ロケットを渡すんですね。お別れですねと。でお別れの印にあなたのイニシャルを彫って、その後ろにはその本の名前の昼と夜という本があって、その本のページが、印字してあると。でそれをトリゴーリンに渡すんですけどもね。でその1週間前のことをトリゴーリンが回想して、あなたはあの時、白い服を着てましたねというようなことを言うわけです。そしてそこで、他の人たちが入ってくるので、ニーナは去っていくと。そして、トリゴーリン、アルカージナが入ってくるんですね。でトリゴーリンと2人で話し込むと。でトリゴーリンはそのアルカージナと話をやり取りするんですけども、ニーナからもらったその本のページというものが気になって退場すると。でそこで、登場したアルカージナとソーリンとが、対話をすると。でアルカージナというのは、妹ですね。でお兄さんがソーリンで、この領地の、所有者がこのソーリンであると。つまり、兄弟同士の話ということになる。でその話題というのは、ここで出てきますけども、アルカージナの息子であるコースチャーについてこのおじさんが話をすると。でここでまた新たなことが分かってくるんですけどもね。でアルカージナが、ソーリンに話をする。これが今のページの一番最後のところですけども、アルカージナは出ていくもんで、ここに残るソーリンに、息子の面倒を見てやってちょうだいねというふうに言ったところで話が切れたわけです。で今日はその続きですけどもね、今右のページにあるこの1行目、間があってその後には、アルカージナが話をして、ソーリンとアルカージナの2人のやり取りになる。でこの2人のやり取りで分かるのは、コースチャーに対する母親であるアルカージナの思いであるとか、でソーリンがそれに対してどういうふうにその2人の母子の関係にコメントを加えるかという、どういう考えを表すかというところが、読みどころになっています。でこれは例によりまして、毎回私が声に出して実際それぞれの役のセリフを読んでみまして、で読んだ上でそこから感じられた思いですとかをコメントしながら読んでいくという、そういうやり方をとっています。で一般にですね、こういう戯曲の解説なんていうと、もう最後まで見通した上で全体がを俯瞰するような形でですね、この話はこうですよとか、この人物関係はこうですよっていう話をするんですけど、私の場合はほとんど鑑賞者の立場、つまりこのお芝居を見に行って、客席で、
立ち会っているような立場からコメントを考えています。ですからこの先に何が起こるかということはほとんど明確に覚えていません。ですから今日のこの場面で何が話題になり次に何が引き継がれるかということを考えながら読んでいくつもりです。というわけで、今日はまず、アルカージナの僧侶に対する話から入っていきます。アルカージナ、もう出発だわ。コースチャがなぜ自分を撃ったりしたのか結局わからないまま、何よりも嫉妬が原因だとは思うの。だからトリゴリンをなるべく早くここから連れ出さないといけないわ。総理、どう言ったらいいのかな。原因は他にもある。当然のことだが、知恵もあるいい若者が金もなく地位も将来の望みもなくこんな偏僻な村に暮らしているんだ。ここでは何もすることがない。そのことが恥ずかしくて怖いんだ。わしはあの子がとても気に入っているし、あれもわしを慕っている。しかし詰まるところ、あの子はこの家の中では余計な存在。すねかじりの居候と思えてならないのだよ。当然のことだがプライドもある。というわけです。でアルカージナがまず心配して事実として分かったことというのは出てきましたね。この前にちょっとトリゴーリンがちらっと話したんですけどもね、自分にいきなり挑みかかってきたと、決闘しろみたいなこと言ったと。で自分を撃った。でここでコースチャが自分を撃ったっていうんですけど、これはもうアルカージナが言うことによってはっきりした。撃ったっていうのは射撃の撃ですからね、銃で自分を撃ったんだと。でどうも自殺仕掛けたらしいというのはここに来るとトリゴーリンの言ったこととアルカージナが言ったことが一致していると。ということで事実としてコースチャーが確かに自殺というか自分を撃つことをやったっていうのは分かるんですね。これも何回か前にも話してるんですけども、戯曲というのを単純な情報と読んではいけないんですね。その情報を誰が言ったのかと、その言った当人が嘘を言う場合というのはいくらもあるんでね、事実ではないことを語る場合、望みとか希望を語る場合がある、あるいは嘘を語る場合があるんだと。ですから戯曲の展開の中では誰かが何かを言えばそれをサポートするような形で別の人がそうだよということによって、少なくとも2人の証言が一致するということで事実だというふうに認められる。ですからこの舞台見てる人も、ああそうかコースチャー自殺仕掛けたんだなっていうのがね、ここでわかるわけです。でこれがで問題はアルカージナが言っているのは、なんでうちの息子は自殺なんか仕掛けたのかしらと、嫉妬が原因だと、トリゴーリンに嫉妬してるんだっていうことは、つまりニーナを間に置いてコースチャーがトリゴリに嫉妬しているんだというふうに単純に思っている。で、もうそれに対してじゃあ僧侶は何と言うかというと、原因は他にもあるんだよと。つまりアルカージナはその恋愛関係のもつれみたいなところに、当ててるんですね、焦点をね。ところが僧侶の側からいくと、もうちょっと広く見るといや違うよと。つまり単なるその恋愛というふうな、そういう男女関係というか、そういうものとしては見ていない、もうちょっと広いところから見ている。でもアルカージナの方はどっちかというと男女関係みたいなものを中心に置いている。ということは、実はそのアルカージナの性格とか考え方自体がそういう男女関係みたいなものを中心に置いている、そういう人物だっていうことは逆にわかる
総理の方がもうちょいと視野が広いと。そこで問題にしているのは他にあると。他にある問題というのは、ここにね、原因は他にもある。他にもですね。で、金がない、地位がない、将来は見えない、で、偏僻な村に暮らしているんだと。つまり そこでねそのことが恥ずかしくて怖いんだと。やはり総理も自分は、確か軍人さんだったですが、それを退役して暮らしている。で、この総理から見ると、そのまあ男としてという変でしょうけども、そういう広い立場から見ている、社会的なね。で、そういうふうに言うと、この家の中ではその余計な存在だと。つまり、まあ芸術を目指しているんだけれども、それをアルカジナは認めていない。お前もやってごらんなさいとちらっとは言うんだけど、それを評価されていない。で、ちょっとすねかじりの居候って言ってますけどもね、ちょっと甘えてる面もあるし、で、またアルカジナもそういう息子を息子としてきちんと一人前として、認めてい いないようなところがあると。これもね、一人一人の人物の見方っていうのが多面的に見えてくる。で、それぞれの見方が交差したところに、その この場合はコースチャーですけどもね、コースチャーっていう人物がどういうものかっていうのが周りから照らされて見えてくる。本人の主張ではなくてね、どういう位置にコースチャーがいるかということから分かってくる。で、もうちょっと先行きましょうかね。アルカージナ、本当に困ったものだわ。どこかに勤め口があればいいのにね。総理、口笛を鳴らし、それからためらいがちに、あしや、お前があの子にそのなんだ、少々金をやるのが一番いいと思うのだがね。何よりもあの子に必要なことは、ちゃんとしたものを着ることだ。見てごらん、あの子はもう3年も同じ上着を着ているよ。コートも持ってない。それに若者が少々遊んでも構わんだろう。外国へ出てみるとか、それほど高くつくわけではあるまい。そうは言っても、そら多少着るものくらいなら。でも外国となると、いいえ、今着るものだって無理よ。私にはお金がないの。お金はないのよ、というところですね。で、ここで面白いのはアルカジナが、勤め口があればいいのにね。つまり金もない、地位もない、将来望みがないって言った時に、アルカジナが言ったのは、勤め口だと。どっか仕事すりゃいいのよ。ところが総理がそこでピッとね、口笛吹くんだよ。ふほーっと、ふぅふぅ、まあ冷やかしの口笛でしょうね。それから何言おうとするかというと、要するに勤め口以前にお金をやんなさいよと。お金をやりなさいって。お金はね、どうもこのアルカジナお金ないっていうけどね、もうコースチャーも言ってるんですよ。どこどこ銀行にね、お金たっぷり貯金してあるんだと。で、総理も言うことには、まずそんな勤め口以前にその金をやれよと。それをだから、まあ何をこれためらいがちに言うんですけどもね、多分経済的な保障をしないでしょうね。してやっていない、そういう形で助けようとしてない、この母親がね。で、例に挙げてるのが3年も同じ上着を着ているとかね。で、そこでさらに思いついたのが、いや、そうだと、もうちょっと外国へね、やるぐらいね、やったらどうだ、お金もそう高くつくわけじゃあるまいと言ってるんですけどね、うん、だからある程度ある。
で一番こだわってんのがアルカージナはどうもお金を貯めたいわというね、そこのところをこだわってる。だから着るものくらいのお金はやれるわよと。でも外国へやるなんていうのはといった言葉を今度即引っ込めて、いや着るもんだってそんな出せないわ、お金がないの、お金がないのよっていうふうに言っている。でこれも問題は、大事なのはこのアルカージナがお金がないというのはどのくらいお金があるのかっていうのは実は確定的にはわからないっていうかな、どのぐらい出せるのか。だから事実としていくらお金を持っているかということよりもその価値観の問題でね、お金を投げ出して自分の息子のために外国へやるとか、その生活をもっと豊かにしてやるという、そういうことは考えてないという母親なんだろうと分かる。でコースちゃんが本当はねモスクワの銀行にお金いっぱい貯金してるんだっていうのは、これを信じるとしたらかなり余裕があるけど、そのケチだというかね、そんなお金出す気はない。でその価値観の問題っていうのはこれ微妙に解釈があるんですよね、どう考えるか。つまり性格的には分かるけど事実としてお金が出せるか出せないかみたいなものはどうも今のところはアルカジナが本当にお金がないのかかなりの余裕があるのかっていうのはどうも私はここまでで読み取れてないですね。ひっくり返していろいろ探さないとわからないかもしれない。でそれからもうちょいと続きます。お金がないのよと叫んだ後にソーリンがとまた口笛を吹いて、そうかね、そりゃ悪かったね、怒らないでおくれ、信じているさ、お前は心の広い、そりゃ立派な女だ。アルカージナ涙を浮かべた。本当にお金がないのよ。わしに金があれば当然のことだが、あの子にやっている。しかしわしは一文なしだ。わしの年金だって管理人が全部受け取って、やれ畑だやれ牧場だやれ蜂の世話だと言っては使ってしまい、わしの金は消えてしまう。ミツバチは死んでしまい、牛も死んじまった。馬はわしに貸してもくれん。ええ、私にはお金はあるのよ。だけど私は女優ですからね、衣装だけでもうすっからかんよというところですね。これもねどう判断するかね、本当にお金がないのよっていうのをこれ本当に泣いているのか、でここには涙を浮かべてって言ってますけどね、本当にいやあるんだけどお金がないのよって泣いたふりをしてるのか、女優って考えるとやっぱりこれもそんなケチなお母さんなんでしょうか。でソーリンの方はソーリンで言うんですけど、これどうもねこれは本当らしい気がしますね。一文なしだって言ってる。一文なしだっていうのは本当に一文なしだではないでしょうけど、このソーリンのこの領地ね、領地で、言ってることはわしの年金はね管理人に渡ってるっていう。で畑だとか牧場だとか蜂の世話とか使っていると。でミツバチも死んじゃったし牛も死んだっていうね、馬は出してくれんって。これはあの第2幕で馬を出してくれない、管理人がかなり強い力を持っていて、管理人に犬が吠えて困るんだけどというふうに言っても、その犬を引っ込めてはくれないっていうね、なかなか言うことを聞いてくれない。でそれを見ているとこのソーリンの言ってることはこれ本当らしいなと。でただアルカジナの方はどうもどっちかソーリンよりもお金はあるのかどうかで、ここまでソーリンが正直に言うとまた言うことがちょっと変わってくる。お金はあるのよ、お金はある、実はちょっとあるのよってまたね揺れてくるんですね。だから
瞬間瞬間この人っていうのは揺れていて、どっちが本当なの、事実はどうなのっていうのはどうもない、コロリコロリ変わっていくんですね。だから出せば出せるくらいはありそうだっていうような気がするんだけどもね。そうするとコースチャーに対してどういうふうに奉仕というと変だけども、そうするかっていうのが考えられてくる。で、衣装が大変なんだ、衣装だけでお金なくなっちゃう。つまりお金を貯めたものはそういうあの舞台のためにお金を貯め込んでるというアルカージナだっていうことが分かる。で、次また総理の話が続きますね。総理、ああお前は優しい女だよ、わしはお前を尊敬しているよ。ああそうとも、あしかしなんだかまた具合が、あわしはよろめく、めまいがする、テーブルにつかまる、気分が悪い、まったく。アルカージナ驚いて、兄さん、支えようとする。兄さんどうしたの、誰か来て、誰か来てちょうだい、誰かというところですね。これちょうど2人の対話がポツンと切れるところで、ソーリンがちょっと具合が悪くなってしまう。で、この対話と対話の運びでやってるんですけども、チェーホフがうまいことを次の場面にちょっと変わるときに何かが起こる。で、ここではソーリンがちょっと具合が悪くなっちゃう。で、ソーリンが時々車椅子に乗ったり、ちょっと調子が悪いわけでね、手を引かれたり支えられたりしてるわけで、でアルカジナが呼ぶと出てきたのがコースチャーとメドベジェンコですね。コースチャーは息子アルカジナの、そしてメドベジェンコはマーシャ、管理人の娘とマーシャがこの人と結婚するよというふうに決めた、決意をした。メドベジェンコというのはこの地元の学校の先生ですね。でアルカジナの呼んだところからいきますね。誰か、頭に包帯を巻いたコースチャーとメドベジェンコが入ってくる。兄さんが気分悪いって。大丈夫だな、大丈夫だよ、微笑んで水を飲む。もう収まった、治ったよというところですね。入ってきたところでソーリンが大丈夫だ大丈夫だと立ち直って、そこで一段落するとコースチャーが話をする。コースチャー母親に、心配しないで大丈夫、母さん大したことないんだ、最近おじさんはよくこうなるんだよ。おじさん横になった方がいい。ああちょっと横になろう、ただし町には出て行くよ、ちょっと横になってそれから出かけよう、当然のことだ。杖をつきながら歩く。で、ここでもまたね、新しいことが出てきますね。で、コースチャーは何言ったかというと、大丈夫だよお母さんね、おじさんよくこうなるんだ、でおじさんの世話してます。で、おじさんはコースチャーのこと可愛く思ってましてね。で、ソーリンはここで大事なのは町には出ていくよ。で、今ソーリンが準備しているのは町へ出ていく。で、そのついでに、ついでと、に一緒にアルカージナが、町へ行くのと一緒に、馬車でしょうかな、それに一緒に乗って帰ろうと。で、一緒に行けると。で、この人、おじさんは町に行く、アルカジナとトリゴリンは帰っていくというね、そういう目的があるわけです。で、その後ですね、杖をつきながら、立ち上がって歩ける歩ける。そうするとメドベジェンコがソーリンの腕を支えますね。メドベジェンコ、ソーリンの腕を支えて連れて行く。こんな謎々がありますよ。朝は4本足、昼は2本足、晩は3本足。そうそう、
それで夜は仰向けってな。いや、ありがとう。もう自分で歩けるよ。なあに、遠慮はご無用、心配ご無用。メドベジェンコとソーリンが出て行く。で、これメドベジェンコが言うのは何か、ちょっとね、なんでこんな謎々言うんだろうよと。朝は4本足、これ赤ちゃんですね。昼は2本足、大人になって歩ける。で、晩になると杖ついてっていうのは、年取って杖ついて歩く状態。で、おじさんもなかなか冗談が分かって、夜は仰向けっていうね、まあ死んじゃうよというね、なんかちょっと冗談に紛らかしてメドベジェンコとソーリンが対話をするというわけですね。でメドベジェンコっていうのはちょっとまああのあんまりそういう冗談はこのきついところではあんま言わない方がいいじゃないかみたいなね、そこは配慮してない人ですけどね。さあ2人が出ていくと残ったのは、コースチャーが来てますから、コースチャーとアルカージナが残る。で2人がいなくなったところでアルカージナとコースチャーの対話が始まりますね。アルカージナ、本当に兄さんたら驚かすんだから。おじさんは田舎で生活するのが体に良くないんだ。気持ちがめいるんだね。母さんがちょっと気前のいいところを見せて、おじさんに1500でも2000でも貸してあげれば、まるまる1年は町に住めるんだけどね。アルカージナ、私にはお金がないの。私は女優です。銀行家じゃないのよ。というところで止まります。で面白いのは、コースチャーもアルカージナに今度はソーリンにお金出してやったらどうっていうのね。でソーリンはソーリンで、コースチャーにお金出してやったらどうなのっていうふうにお互いから言ってる。どうもここまで来るとやはりこのアルカージナっていうのはお金がないないっていうけど、やっぱりお金をかなり持っている人だと。そしてお金ともう一つは女優というそういう立場で生きている人なんだなというね。そうするとコースチャーとソーリンがアルカージナに向かって、お金なんかどうなのっていうことをその問いかけている。そのお金をどうするの、どう生きるのみたいなことが問いかけになってるかなということがね、ここまで来て見えてくるかと思います。そしてこの次の場面なんですけども、今注意をしなくてはいけないのは、コースチャーが頭に包帯を巻いてるんです。この頭の包帯というのは一体何だろうかというのがこれから分かってくる。それが次の第4の場面になるわけです。今日はここで終わりにいたします。それではどうもありがとうございました。